本日最後のお客様なんですけれども、これまでにたくさんの CM ソングというのはね、こう皆さんもう聞かれていると思うんですけれども、そういったものをね、東海地区では一番ねされているんですよね。ということで、はい、CM シンガーの横井のり子さんに来ていただきました。横井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、なんか素敵な方で、もう皆さんこののり子さんの曲とか声は絶対大体東海地区の方だと聞いてる。そうですね。だといいんですが。ということで、はい、今からその CM ソングメドレーをです、はい、生で歌っていただけるということで、はい、ではご挨拶代わりということで歌わせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ立ちますからね、はいはい、じゃあマスクしたままで、はい、じゃあ行きたいと思います、はい、ではお願いします。お願いします。いつでもメガネがお買い得、メガネプラザ。じゃあ続いてこんな CM 知ってるかな。いつでも新鮮、いつでもお値打ち、いつも笑顔で溢れてる。これはフレッシュフーズの落語家。じゃあ次は信長になってみたいけど、信長になってみたいけど、そんな普通はじゃありません。よし、城信長、はい、鬼殺し。じゃあ続いて、どでかい夢を語らなきゃやってられないこともある。のもの懐かしい CM 流れましたね、はい、さら住宅流れてますね、まだね。雑貨にちゃんと壁紙、いろんなのが流れてきますよ、はい。杉薬局に相談しよう、はい、で今はこんなのが流れてますね。処方箋は杉薬局へ、今店舗でも流れてますね。安心高原東海ローキン、まだ流れてますね、これもね、はい。丸愛、花和夫さんですね、はい。お出かけファッション赤の上、これもまだ流れてますね、はい。環境ミリン、これもまだ実は流れております、はい。次は春になると流れるよ。春よ来い、花よ来い、花キューピー早く来い。どっかで聞いたことがありますかね。この後こんなロゴがついてます。ハラキューピット、はい。そして日本の通い地和音カードでお得、3000以上支払いでもらえる100本、マックスバリュードイオン通い地開催。イオンまだ2本続きます。やっぱぱ、やっぱぱ、やっぱぱ、やっぱ安いの。やっぱぱ、やっぱぱ、やっぱぱ、やっぱ安い。ティンタダー、タン、チュチュチュゼイ、タン、チュチュチュズダイ。そしてもう一本あります。イオン。毎月10日はありがとうでポイント。歌詞がね、もう変わってるんですね。5倍ポイント5倍ポイント5倍ってこんな風に流れておりましたんで、最後の CM 行きたいと思います。どんなり晴れたり笑ったり、とても素直さ君は、健やかに伸びやかに、僕はいい。ふっくらつやつやパルライス。ありがとうございました。
ありがとうございます。こうスタジオみんなのね、スタッフの顔見た。ちょっと、すっごくここで盛り上がってました。ありがとうございます。すごい。ちょっと緊張しましたね。あ、そうですか。すいません、申し訳ない。本当に絶対に聞いたことがあるっていう感じの。ね、聞いたことある人、はーい。あ、やったー。盛り上がりました。で、いつもお聞きするんですけどね。はい。ありがとうございます。素晴らしい。まあ今日はね、そういうことでもう楽しませていただきましたけれども、ありがとうございます。ね、まあこういう仕事もされてますけれども、ね、とりあえずまずこうボーカルというかね、と音楽に触れたっていうのは小さい頃からやっぱり音楽というのがお好きだったというか、どういうふうだ。そうですね。もともとはね、うん、とっても車酔いする子だったんですよ。車酔いする、まあ、この話はちょっとリハではしてないかもしれませんが、うんうん、ね、母が、ね、歌好きだったので、うん、あの車ドライブ好きだった父に乗せられて、うん、毎日のようにとかいろんなとこ、ね、うん、富士山だで山口だ九州だっていろんなとこ行くと私すぐ酔ってしまうので、うん、そんな時に母が家族で全員で丘公園行こうよみたいなね、あのだからあの車の中が音楽隊、うん、ブレーメンの音楽隊のように、うん、そんな家でしたね。あ、じゃあ車の中でみんなに歌ってると酔わなかったですか、やっぱり。歌うと酔わないんですよね。はい、なので、まあ、気がついたら歌の好きな、うん、歌好きの子に仕上がってましたね。なるほど、はい、うん、だから小さい頃からどんどんのもう 歌がもう本当に生活ですよね、はい、そうですね、うん、なんか染みついた感じでございます。はい、そしてまあ音楽のこう勉強されていく中で、うん、活動も小さい頃からされていて、うん、ですよね、そうですね、うん、合唱部に入ってみたりとか、うん、あと声楽習ってみたりとか、うん、民謡を習ったりとか、うん、まあ、いろんなものをね、うん、とにかくポピュラーミュージック噛んでしまいましたね、うんうん、習いに行ったりとかですね、さまざまなものをね、うん、あの習いに行きましたね、うん、はい、歌というものはあらゆるもの、なんか民謡もね、はい、歌われて演歌も歌われるし、そうですね、歌われるですって本当にオールマイティーですよね。そうですね、まあ、はい、CM って仕事は、まあ、ディレクターさんに言われると、うん、まあ、その色に染まらないといけないので、うん、子供にもなるし、演歌歌手にもなるしという感じでですね、うん、まあ、いろんな時々じゃ声楽みたいに歌ってくれと言われて、うんうん、声楽、ビブラートの多いおばちゃんシンガーみたいになってよって言われたら、まあ、そんなのになったり、すごい、それできることがすごいですよね。そんなことが、ね、まあ、35年もやってるのでね、うん、あ、そうか、じゃあ徐々にもう子どもの頃から来て、はい、じゃあこう例えば音楽の大学とかそういうふうに行かれたのではないわけですね。そうですね、音楽の大学に行こうかなと思って勉強してた時期もありましたが、あのバンドがやりたくて、バンドがやりたくてですね、今でこそあれですけど、昔の音大はちょっとクラシック、まあ、ね、そう、じゃあ音大に行こうっていうことで、うんうん、あの普通に、うん、そうですね、女子大に行きました。はい、でそこでバンドできる大学、はい、そうですね、軽音楽部に入ったんですね、うんうん、懐かしい写真が出てますね。はい、今日もすごいな、仲間が見てると思いますがね、あのこんな感じで、うん、今レディースって言いませんね、ガールズバンドを、愛知淑徳大学フォークソングファミリーというね、うん、あのそういうクラブに所属していたので、うん、ね、そこで、まあ、こんな感じでですね、うん、はい、6人の女の子でですね、みんな女性バンドです。そうです ね、女性バンドなので、もちろん、あの伴奏全員女性です。あ、はい、こんなのやってたりとか。そうです ね、あの今よりも半分くらいしかありませんけどね、私も細くて。あ、細かった、はい、他にも、はい、いろいろかつ、あ、これもですね、なんかね、プチプチしてる時もありましたね、うん、これはなんか企業さんのね、そうですね、そういう営業とかにも当時から行ってましたね、うん、はい、これは大学の時。そうですね、はい、大学の時ずっと軽音楽部、毎回毎回、まあ、女子なので、うん、あの衣装を全員自分たちで作り、私は、うん、あのできないので、母が、まあ、当時からね、衣装担当で今も作ってくれてますけど、はい、衣装を作ってくれて、今回は青だよとか赤だよとか白だよとか黄色だよって言うと、みんなそれぞれが作ってる感じですね。で、まあ、これは、うん、はい、これはですね、まあ、童謡大会ということで、それこそ今あのちっちゃいあの女の子が注目、うん、2歳の、ね、うん、女の子注目されてますけど、うん、そうですね、童謡大会、全国の童謡大会にも、そうですね、出させて。これは大学出られてから、そうですね、大学出てからですね、そんな大会にもいろいろチャレンジさせて、そうですね、童謡コンクールですね。さっきのイメージはなんかガンガンロック系だったのに、はい、これはこれはですね、そうですね、これはね、万
博のね、うん、市民プロジェクトっていうのが、うん、ね、うん、瀬戸の方にあったんですが、うんうん、そこに出演させていただいたというか、うんうん、私もスタッフとして実はね、うん、1年半従事させていただいたんですが、うん、その中に、まあ、出演者として、ね、演歌とか民謡とか歌わせていただく、うん、ね、機会がありましたので、うん、ステージに出させていただいた時の写真ですね、うん、これはね、うん、はい。でこれは万博終わってから愛と平和のコンサートっていう万博系列の、うん、コンサートがありまして、実を言うと、うん、右側に映ってるのはアクエリアスっていうバンドの、うん、原潤さんという方なんですが、私を大学時代に、はい、そのバンド時代に、はい、拾ってくれたのが彼でして、そうなんですよ、そうなんですよ、彼なんです。原潤さんがよく、そうですね、ハーさんとかとバンドね、ハーさんと一緒にやってたバンドですね、のギタリストだった原潤さんが、まあ、私のことを、うん、一緒に CM 作る仕事始めないって始めたのが初めてなんですけど、これはもう本当に、今からどうの8年前くらい、8年7年前くらいですかね、万博終わった後に、はい、そんなステージで、実を言うと娘2人もですね、民謡も一緒にやってたし、うん、上の娘は東京で、うん、下の娘も今東京、2人とも東京なんですけど、うん、一緒にコンサートさせていただいたり、彼女自身も夢みずきという名前でですね、うんうん、この子は上の子なんですけど、音楽活動してます。そう、下の子もお母さんは誰から生まれたのって、平安会館さんの、ね、CM した歌わせてもらってます。最近はちょっと早口でいろいろ説明してしまいますが、この写真は、東海市民大学平成応命館という、ね、うんうん、ね、講座をさせて、今11講座持ってるんですけど、うん、そこの中の、はい、10周年コンサートの時、10周年 コンサートを記念した、うんうん、まあ、応援歌を私、うん、書かせていただいたので、それで歌唱もさせていただいたので、みんなで ね、 これね、大合唱してる時の写真ですね。はい、で、はい、ちょうど、2018年になりますが、うんうん、全日本心の歌謡選手権大会という大会がありまして、うん、私も生徒に、ね、顔向けできるために、ね、一生懸命頑張らなきゃというところを見せるために、うん、これは、地方創生とかですね、復興支援をしている、うん、団体さんではあるんですけど、それの、要するに心の歌を伝える歌手を探そう、発掘しようという大会 で、私も2回大会決勝大会出させていただいて、うん、でそうですね、優勝はできなかったで、ね、審査員特別賞というものをもらったんですけど、その時合わせて創作大賞というものをやってて、私が作詞した、まあ、ワンククルヌウムイという私の心の思いという曲なんですけど、もう、課題曲として、ね、取り上げていただいて賞をいただいたんですね。だから歌手としても、まあ、作詞家としても、いろいろ、ね、フィーチャーさせていただいたいただいてる、大会でございます。今お話ししてると、はい、もうどういう音楽の天才みたいな形で何でもできちゃうって感じで、もう歌のことだったって思いましたけど、そうなんですか、はい、素晴らしい、もうかいつまんでも大急ぎでお話しさせていただきました。そうですね、なんかチャットがいただいてまして、大橋さん、はるみさんから来た、はい、あ、そうなんですね、待ってました、ありがとうございます、はるみさん、はい、素晴らしい、きっと生徒ですね、2人とも、たくさん、ね、はい、今教室もされてるということなんですよね、はい、そうですね、はい、まあ、これからこうやっていた、はい、行かれたいことがあるっていうふうに、そうですね、どういったこれから活動を、そうですね、うん、まあ、いろんなことをやりたいんですけど、うん、ね、今ね、年に1回ですね、うん、緑歌謡文化祭という、ね、うん、発表会をさせていただいていて、うんうん、いろんな歌手の方をお呼びしてですね、うん、生徒さんたちを、うん、まあ、今200名くらいいますけど、その中から、うん、まあ、そうですね、100名くらいに絞ってですね、ね、出演していただいて発表会してるんですね。だから、まあ、認知されるような大会になるように、そして、あとですね、今ね、ご縁防止とか脳トレを兼ねたね、そうですね、いろんな施設にね、うん、リモートという形でもね、うん、今ね、東京圏とかね、いろんなところ、うん、関東圏 とかつないで、うん、同時多発的に3県4県つないでですね、うん、そんな活動もさせていただいております、うん、でそれは健康音楽教室という形でですね、うん、させていただいているので、うん、ある意味そうですね、歌うことっていうのは、うん、誤嚥防止、脳トレ、うん、いろんなことにね、うん、効果がとてもあることであるので、うん、もうね、このコロナ禍になってね、悪の権化みたいな感じで歌っちゃダメって
って言われることがね、あまりにも多くてですね、皆さん疲弊されてるんですけど、ね、そんな風にお力になれたらなと思っております。はい、素晴らしい。もう今こうリモートができるようになったからね。そうですね、結構忙しいのよって、何って言った先ほどまでリモートしてたのって。そうですね、はい、そういう方に向けてこうね、はい、こうノートで含めたいろんな形で新しい形でですね、展開できたらと思ってますよ、ね、え、はい、ということで、はい、ね、これからますますのご活躍を、はい、ありがとうございます。またお呼びくださいまして、あの CM、 あ、マミコさん思い出していただけたらわかるかもしれなくなりましたので、ありがとうございます。あの、ね、ぜひ東海地区の皆さん、もうあの曲、あ、のりこさんだってもうお分かりになると思いますので、ぜひぜひ今日は生徒もたくさん見てると思いますので。そうですか、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました、ね、はい。